早いじゃん。まあ、いつものことか。めっちゃ重。もしかして最大化の画面と。しかし、もうそろそろ寝ようかというところやったわ。パフォーマンス優先両方に出し、両方出したら実は超重たいのでは。いや、まあ寝たでいいんじゃね。別に、こう何が、なんやろ、展開として何か面白いことが起こることなさそうやし、普通に無難に進めるって感じなんだね。地下どうなってんだろう。東京崩壊したけん、どうなってるかわからない。アーカイブ見とるから今までの流れはなんとなくわかってる。見てくれよ。いや、めっちゃ長時間やん。最近ちょっと長くやりすぎとるけんな。全部見てる。メトロイドは見てないけどね。マジかよ。すげえな。もう長くやりすぎて自分でもよくわからんなっとるのに。うわ、クソ強えアギラを。何なんだろう。サイコダイバー。あー、先にあっちなんだ。やっぱりこっちはこっちで順序ってものが BGM にしてる時もあるけど、たまにアーカイブなのにコメントを打とうとしてしまいそうになる。喋りよるのが結局俺やけん、もうなんとなくこういつものノリでって感じか。まあそうやね、こう BGM というかなんかやりよるけん、こうとりあえず流しとこうみたいな感じになるわやな。それよ。生活する中で無音でずっとおるのって結構きつい気がする。まあラジオの代わりなのかな。テレビみたいにこうしっかり見るわけでもないし、パパッと流し聞きぐらいがちょうどいいのか。ここじゃねえな、やっぱり六本木？画面も見てるぞ。マジ？めっちゃ大変じゃないそれ。え、精霊と交換って何？20周年おめでとうございます。今日は何が起こりますかね。20周年おめでとうございますって、ごめんちょっと待って、ちょコメント誰が書いたか。20周年って何なんですか。ちょっと今米ビューが裏側にあるけど、ね、よくわからんねんけど、うわちっちゃ。ちょっと待ってね。半音号が必要なんだ。ダイヤモンド。どうやってダイヤモンドのがないけど。そういえば今日クリコメントの人来なくなったよね。ああ、言われてみればね。まあ別にふと思い出したときに来るんじゃない？わからん。もともと、なんやろな。
これニコ生って、ニテラ20周年ですよ。そうでしたっけ？言ってるけど言ってないだけやったり。まあそれもあろうけどね、うんうん、俺も結構いろんな枠でこうお決まりのコメント書き寄ったり、やっぱやめたってふと忘れる時あるし、その時の気次第だね。1999年2月26日に初代ベアトマニア E-DOX が稼働を開始しました。ちょっと俺運動2つ出しておるの重たいだけやな、やめとこう。今から30年前、世界は大破壊に見舞われました。30年経ったもん、あれ。へー、特設サイトもできてて、今日何かが起こるという告知だ。どうなるんでしょうね。ビートマニア 3DX 4DX か。どうでしょう。はい、こんばんは。どうも。東京大破壊から30年経っていたのか。全然気がつかんかった。ドジヨシタカカイコ。これはいいかも。でも吉高別に最近似たような曲バンバン入れよるわけでもないし、割と別に何言うこともないかも。俺は最近はもうコンポーザー関係でもうこれうざっていうのがなくなった。まああんまり、なんだろう、これ気のせいかもしれんけど、あれなんじゃったっけ、コンポーザーの名前が全部統一された時あったじゃん、一瞬だけ。こう B マリチームなんとかみたいな感じで。カメリアかネコスハルで次問題、いや問題じゃないけど。それは収録されすぎってのはあるやろうけど。B マリサウンドチーム。あ、それそれそれ、ありがとう。B マリサウンドチームって言ってまとめられてね。ワコです。破壊済みでしたか。破壊されちゃった。B マリサウンドチームに、まとめられてから、あんまりコンポーザーっつって、顔面出して表に出てきてとかいうのが減った気がする。露出が若干減っとる気がして、そのせいでうざさを感じなくなっているのかもしれません。まあ、俺の中ではね。やべえ、剣とか撃ったんだった。間違えて武器売りすぎたんや。てか悪魔があったりするんだって忘れとった。やばい。ちょ、マグネタイトだけもらってさっさと逃げる。おい、こら、襲いかかりはやめろ。20周年なぁ。どうするんやろ。言うても、こう例えば、ギタドラの XG が出るみたいな感じで、また上位互換版みたいなのはもうさすがに作らんと思うし、どうするんでしょうね。まあまあ、公式からの発表を待ちましょう。俺は割とそういう方面が、朝一が楽しみ。もう熱心な音ゲーマーじゃなくなっとるけど、ちょっと全然意識向けてなかった。そういや、告知自体はあった気がする。Twitter で。いや、新曲出たら解禁しに行くし、フルコンとかは狙うっていうのは、もう習慣づいとるので、こうスコアは狙うってなっとるんやけど、多分音ゲーは愛してないんやろうなって、ちょっと最近自分では思ってますね。昔みたいに音ゲーが好きで好きでガーって頑張れてないけん、そういうのが多分意識が向かんのやろな。よくね、せっかくやるんやったら好きなこととしてやった方がいいよね。どう考えてもその方が人生楽しいはずなんだが、モチベーションというのは大事。曲がったりするためにこっち来たのに忘れとるとかね。
まああれなんですよ。お。ちょっと失礼、鼻が見ますわ。予告 PV 見る限り新曲でスザクの曲きますよ感バリバリ出てます。それはいらねえマジで最もいらない追加じゃないですかそれ。やばいなうざいうざいことになるかもしれない。こう吉高うざいが帰ってきちゃうのかというか、うざい吉高が帰ってきちゃうのかか。なんで神獣とか聖獣ばっかりできるんだ。まあやるんですけどね。全くやらんってことないけど、進んでやりたくはないって感じですかね。俺としてはね。女神先生と聞いて。はい、どうも。まあ、無難にちょこちょこ進めます。カーシーがいらない。カーシーとアメローズムとっていうか、いろんなやつがいらねえなこれ。どうしよう。いやもうスライムにしたのか。もうスライムを合体素材に使うことでさらに何かよくわからんものにならないだろうか。あれ今レベル何本なんだ。結構上がったんよな確か。まだダメか。試しにスライムにしたろ。何が試しなんだって感じやけど短期使ったんダメやったかもしれんが、まあええ、少なくとも白卓が邪魔だった。短期の代わりはそのうち拾うだろ、多分。そこらへんね。スライムを作ったことがなかったけん、スライム、あ、もうそのまま、あ、もう完全に。前回の放送で後藤川がどうとかなんとか言ってたけど、ミサイル落ちないパートも存在するの？そもそも後藤がミサイルを落とそうとしよるわけやけん、後藤をぶっ殺せば問題ないはず。いや、なんか3ルートあるらしいんだわ、これ。ロールート。ニュートラルルート、カオスルートってあるらしい。これあれだ、イラン悪魔を捨てる。で、誰か呼ぶわ。呼ぶじゃない、仲間にするわ、改めて。これはカオス？多分じゃないな。カオスよね。ものすごくどうでもいいけど、今になって東洋にリフレクが来ました。川の絵からのもらいものでしょうか。多分そうなんじゃないですか。川の絵潰れるんですよね、そういえば。やばい、めっちゃくしゃみ出そう。
今月末には、まあこのご時世きついっすよ、やっぱ。合体はできなかったけど、とりあえず。あれでもそういや、ここら辺にポツンとおった人たちとかどうなってるんだろう。先っぽいんだよな。つか俺六本木ってどこにあるんやろうって思いよったんやけど、あれは港区だったんだな。全然分かってなかった。昨日のアーカイブというか昨日配信で言いよった時に、もう地名がボコボコ出てこられても東京だから意味不明っていう。まあ鼻水やばい。全然おらんだったらな、これ。別に、モブしかおらんけん、かまんか。劣るか本当に。ビバリよな。しかしビバリ20周年っていうと、俺15年ぐらいやりよるけん、音ゲーって。今思えば、俺音ゲーやりだしてから結構早めの部類に入るんすね。今の時代となっては俺がやりだしてすぐ2、3年ぐらいの頃はこう中期ぐらいから始めましたみたいなこと言いよった覚えがあるが、すっかり子さんじゃん。ハラギを一発ぶっぱした方が早いな。メガテン崩壊してからのフィールドの曲がすごいいいわ。これかなり好きなんやけど。めっちゃ面白そうです。NG コメントが出てますよ。やばい。お、外出れた。やばい、マハラギオンが。かませた。オッケー、外出れたとは。ああ、金剛神海からは出ましたよ、なんとか。カウント多いし、複数回殴ってくるやつが増えてきたけど、ちょっとしんどいな。めちゃくちゃマハラギ呼んだよりなんやけど、これでいいですかっていうけど、もうなんか意味ある、これ。まあええか。現代にテンプルナイトが晴れてる、晴れてます。
サファイアじゃねえんだよな。ダイヤモンドが欲しいんやけど。どうすりゃいいんだろう。どっかのボスがダイヤモンドをドロップするとか、そういう可能性はある。余裕の日本円か。なんかこの時代なんやろ、ターミネーターとかそういうのの影響はあったんか知らんけど。クロノトリガーといい、近未来、まあ、クロノトリガーは割と時代が経ったんか。こうある程度未来まで時代をぶっ飛ばしてこう機械が襲ってくるみたいな描写多いよな、この時代のゲームって。どっから行くんだったか、こうか、これやな。何これ。いきなりドエライの出てきたな。初めて見た。うわ、多すぎやろ。何体おるこれ。ニンシーローハ、マジか。経験値の量が相当やばいことになってきたな。言うて必要量も増えとるんやろうけど、結構遠いね。まださっきレベル上がったけん、なんかダーク属性の妖獣のなんやらいうやつ実は作れたんやな。帰ったらよかった。一回あんま行ったり来たりしよってもあれか。一応ダンジョンは中途半端に攻略途中みたいな感じやったから、そこをゴッドの奥まで行ってサクッとボス倒して終われればベスト。いや中途半端すぎやな。ごめん、全然攻略進んでなかったわ。嘘ばっか。罠とかもあるけんな、このダンジョン。うざいわ。毒バス多すぎわろ。扉閉ざされている。進めないのか。壺を割ればいいのか。混合深海あたりからやたらマップが複雑になってきて、デビ様の二の舞になる可能性は大いにあるな。毒マスがうざすぎる。
でもなんか敵も出てこんのよな、ここ。そういや。また毒か。毒マスマッピングに入ってくれたらほんま助かるんやけど。てか昨日は別に配信が重たくなかったのに今日重たいな。なぜだ。何でこんなに食ってるんだ。前か。多分最初にしたはず。あれ、ここ歩いた気がする。この隣か。じゃああれがボス部屋で入れませんよみたいな感じか。他のところ入る場所がないわな。ほっとこうかな。死にかけるまでほっとったんで良さそう。爆発とかはやばい気がするが。ここ戦闘もないけんね。喋ることマジでなさすぎて。ちょっとあれだ。退屈になるかもしれない。あ、左側か。意外と減らんな。じゃあほっといてもええわこれ。はっ、マジかよ。下りしかなくないか。エレベーターで行くか。マジでダイヤモンドどっかで取ってこないと全く進めない気がする。あ、もうこれが3階か。え、どっから最初どこやったっけ。普通に1階から上がってこんかったっけ。最初から2階だった。うわ、どっかの宝箱にダイヤモンドがあってほしい。なんか MP まで減ったような気がするんやけど。体力回復してない？罠おかしくない？この世界の罠。どういうヒットポイントが減る罠やと MP 回復したりしよるし。爆
爆発描写があったように思いましたが、ほら意味がわからんマジで意味がわからん。殺しよう。別に戦闘とかにならないんだ。これでもかと毒マス置いとるくせに。ここ覚えとかんといかんけど忘れそう。ワクワクさんはダークちゃう。ワクワクさんそんな悪なんすか？ワクワクさんは神ですよ。ライトロー。ライトローと言ってもいい。空っぽの宝箱のためにこんなところに。これ前もこんかったか。ボコボコじゃねえか。そろそろ回復しとこう。ワクワクさん YouTuber ですからね。ついに前になんかどっかのゲストとして YouTube 出演ってのもあったけど、まさかもう本人が YouTube を始めるとは。つうかワクワクさんっていう名称を使っていいんやって思ってびっくりした。許可取っとんかな。いや、ワクワクさんとしてやってくれるなら俺は嬉しいですけどね。ワクワクさんという許可を出すならもう実験的にこうゴロリも出せって。と私はちょっと思っています。はい、こんばんは。V はさすがになさそうですけど、どうなんじゃろう。誰もいない。あれ？誰かいた形跡があるのか？出てくる。まあ、ええか。とりあえず置いとこう。マップだけ埋めりゃいいんだ、今回は。最近マップ上に疲れてきた。それが主目的のゲームではある気がするんだけども、めちゃくちゃこうマップを広く機会が多くて忙しいぜ。これで帰ってきたって感じか。あれでも一通りやっぱ全部埋まったな。ダイヤモンドをどっかで調達しないとダメそう。話が進められないのだが、正確にはダイヤモンドをというよりは半音庫。はい、こんばんは。なんか消費アイテムをふとこう必要やでって言って持ってこいよって言われても、ダイヤモンドをどっかで売ってねえかな。悪魔からせしめられる可能性。そろそろ毒直すか。
もう罠がねえから。バーキャット。こそ中村にありそうな曲。バーキャットどんだけ麻痺ってんの。え？こぞ中村にありそうな曲というのは何の曲がすか？フローズってことはパトラか？これで OK。小僧中村にありそうな曲、俺なんか言ったっけ？グラサン三面の地下だな。グリップがジェイプみたいなやつ。ん？すいません、ちょっと俺が全然ピンときてないんやけど、グラスリー三面の地下っていうのはあれっすか、あのドドドダドドドダみたいな三連符の構成やけんっていうこと。なんかそっちはちょっと分かったんですけど、もしかしてさっきの2階より上の階の話をしている、 BGM の話をしていた。せっかくだから階段登ろう。これの話。三連符といえばグラディウスみたいなところやあるけど、いやまあ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 確かに、なるほどな。そのジェイルブレイクがめちゃくちゃ BPM が速いけん全然、うん、噛み合わんかった。中村さんだったから適当言っただけ、わら。ああ、え？そうなんですか？それ初めて知った。ドゥ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 ってやつ、あれって中村さんなんですか？ちょっと待って、コメントの意図を毎日全く理解できない男だから。相当ピンボケたことをほざいとる可能性もあるんですけど、確か要塞も中村さんだった気が。へえ、マジか、全く知らなかった。構造中村ももういない。中村さん今何しようんでしょうね。なんか小野さんもジミーもそうですけど、こう昔のコナミの音芸に曲提供しようって嫌気がさして辞めた人らって、音沙汰がなさすぎてさ、何しようか全然わからんのですけど、こうファンの人とかはちゃんと活動を追ってるんですかね。さんはツイッターよつぶやいてる。あ、そうなんですか。どうしてるかわからんよね。そう、ジミーとかでもそうなんやろな。最初の方ちょっと他のマイマイとかに曲提供しよったりしよって、まあ、何かしら活動の跡が見えたんですけど、やっぱり本人の、そうやな、それこそ Facebook とか見たら回答かもしれんけど、こうそこまで熱心に追いかけよったわけでもないからわかんないっていう。敵多すぎへんか。てか共振者めっちゃ多くてうざい。やたら経験値くれるけど、敵の物量で無理やりたくさんもらいよるよねこれ。なんとかならんかな。言うても今できることが変化しまくって、ダイヤモンドは会話でむしれたりせんのだろうか。どっかで売っとったりすると一番助かるんだけど、話しかけよう。ゴミが。ケルピーは仲間になってほしいな、できたら。
宝石って何？ダメか。こいつむしるやんけ。今日受注ハック全く進まないと思いますわ。そう、どっか売ってねえかな、宝石屋とかねえのが高くていいからさ。何拾った今、なんか武器拾ったような気がする。違うんか、違うんか、何拾った。アメジスト、エメラルド、アクアマリンとかね、こういうのはね、結構あるんだけど、ハンドグレネード。っていうか、アイテムの、あの、金束、マジいらんねんけど、捨てて。どうやったら捨てられるんだ。あれでアイテム欄が圧迫されるの最悪なんだな。このゲームなんか今のところプレイヤー的にクソどうでもいいヒロインがちょいちょい頭の中で声を響かせて鬱陶しいとすら思ってるんだが、なんとかならないだろうか。こいつこいつこいつが頑張ったら作れるはずなんだ。てかムド覚えてる。こいついけるはず。どうだっけ？やめよう。仲間になるなら一発で。やった。こいつカオスじゃなかったっけ？ただ結構持ってかれたな、あのマグネタイト。ちょうどだ。でカオス、こいつの材料にまた別のやつとか作れたら面白いけどな。あるあるある、バリバリありますよ。いや、まあ粘着って言っても1クレ1回とか、なんか飽きてきたら他の曲にしようとか、まあ、ビーマリはそもそも粘着できないゲームだから、そうならざるを得ないけど。ありますよ。バリバリありますよ。レベル10の、最近はレベル10のチャージノーツある曲とか難しくて、相当かかりますよ。ただ簡単な曲は一瞬で終わってしまうのもあったりして、そのフルコンっていうのが一つの基準になっているせいで、レベル9とか8とかの簡単な曲を1回で終わって、あ、もうやってねえみたいな、何の印象にも残ってねえみたいな、もったいないプレイヤーでもありますね。結構好きな曲は好きな曲でじっくり遊んだ方がいいと思います。くそ、マグネタイトよこせ、マグネ、まあ、ちゃうわ。ダイヤモンド誰かくれねえかな。殺そう。今さらコボルトとか出てくるんやな。俺は結構ね、できる曲はフルコンで埋めようっていうタイプなんで、順番にフルコンできてないやつからやっていくことになる。と言っても、
一通りフルコン埋めっていうのは、もうそれこそエンプレスの時に。ボンミス多いからフルコン力鍛えようと思ってフルコン埋めも始めてみたけど、簡単なのでもすぐ切っちゃう。ああ、まあそれはもう数こなすしかないんじゃないですか。あと、結局自力でぶん殴るっていうのが一番物を言うタイプなので、フルコンってのは。まずなんでターコイズ魔法瓶とかいきなりしょぼいんだ。選択肢が多すぎて混乱するというか、精霊が交換できるのって何なんだ。なんか若干ゼルダの伝説時のオカリナのあのビッグポーを回収してくれるところみたいな。トパーズ、キャンセルできたらいいのにな。トパーズとかそもそも持ってなくね。ダメやわ。そうそう、で、自分が普通にこう押すことに相場すら俺は欲しいと思ってない。アイテム基本使わん、ケチって使わんタイプやけん、アシュラの手が何なんかわからんけん、これいい装備やったら欲しいなとか思ったけど、確かに何なのかわからず、要はもう宝石屋さんは必要ないっちゅうことですね。って話が切れてばっかりやな、申し訳ねえ。いらんね。そうそうそう、ひらんやってたんだ。買ってみるか。なんやろね、こうフルコン埋めにこだわりすぎるとめんどくさくなってくるんで、フルコン埋めと自力向上みたいなのを並行してやりよると、まあ上手くなっていくんじゃないかなっていう気がするんですけどね。結局緊張しないこと、自力、その自分が普段適当にやった状態でもいちいち本気を出さんでも、なんとなく適当にやったらフルコンできるみたいな、曲の幅が広いかどうかっていうのが大きく関わってくるので、銃買ったはいいけど弾ねえんだわ。一通りうろついた気がする。神経弾、神経弾はやっぱ買うのやめた。銃すら撃たねえって思って、そういや銃ろくに使ったことないわって思う。なんかノリで毒針弾買ったけどもうええわ。そうなんすか。使ったことない、魔法ばっかり撃ちよる。主人公は撲殺型やし、残りの二人は魔法ばっか撃ちよるけん、神経弾は多分使ったら強いと思う。麻痺って、麻痺らせてボコボコ殴るのは絶対強い、このゲーム。気が向いたら買うかも。自力ないってのもあるけど、11フルコンロックだ、ホースだけですね。ロックダハウス、そもそもどんな譜面かっていうのマジで忘れてしまったんですけど、もうやりよったのが昔すぎる。ただ、他にできる曲たくさんあると思いますよ。まあ、ロックダハウスがフルコンできるんやったら、ロックダハウス以下の譜面は全部フルコンできるっていうことですよ。頑張り次第ではありますけど。そういう考えで、ゆるくやっていきましょう。今ガンで撃ったな、こいつら。自動的に撃つようになってるわ。殴り武器がねえから。殴り武器がねえから自動的にガンを撃つようになってる。は？あれ？こ
ここ何もなかったんだっけ？ファルコンが簡単なレベル11。まあ、ブラインドジャスティスとか立てれん。後半の立てれんのところを押せるんやったらめっちゃ簡単やと思いますけど。あとは、DC フィッシュも譜面が当たれば簡単な方。こいつ。普通にスカウトできるやつだったのか。クワサーはクスで何度も繋いでるけど、よく鍵盤から指落としたりしますね。指を落とす。いや、まあたまに俺もスカることありますけど。クエイサーも簡単っすね、やっぱ。なんかあんまり皿絡みがなくて、ただ鍵盤を押したらいいだけみたいなやつは大体楽な方やなと思っていただければ。やべ、こいつはマジでやばいやつ。なんでこんな上級悪魔がいきなりこんなところに。やっぱりな、そっちからマハラギオン飛んでくるのはやべえんだよ。マグリもいて、誰か死んだ。うわあ。でも下山さんとキュービックは魔力のおかげかそんなに痛くないんやな。あいきそう。それに強いっすわこいつら。マハラギオンが超痛い。聞くやつにはすごい通ってしまう。こいつらはレベルが高くて勧誘不可なんで。ほら経験値もやばい。カブドの剣、雰囲気強そうなもの拾ったな。ギロチンアクスはそろそろいらんと。はあ、ローヒーロー用か。シマエモさんは多分いける。カブドの剣。はあ、はちょっと待って、シマエモさんはさ、ローヒーローなんだからずっとローだろ。何属性が違うって、主人公一派として一括りに判断されてしまうの。違いますよ、よくよく考えろ。あのいくら愛媛の音ゲーマーで俺がカス野郎やとしても、愛媛の音ゲーマー全体は別にカオスではない。多分ね、その N 専用、 N って何、ニュートラル？ニュートラルやったら、どうなんやろう。主人公が仮にニュートラルであったらローとカオスの武器は装備できないのか？ちょっと俺そこら辺詳しいことわかんなくて。まあ、ハザンマ覚えたか。無の危険。外しすぎ。ていうか結局クソ役に立たん武器を一本拾っただけなんだこれ。回復してえな。なんか意外とというかここら辺の敵強え。何やってんの？バカだったな。
なんか炎属性に弱い敵が多くて、マハラギオンによく刺さって楽でいいね。重松くんもクソクソレベルが上がる。これ回復屋に。ゾンビ系は炎に弱いですもんね。そう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 、結構ゾンビがね、多いから。あとなんか、なんやろな。獣系じゃないけど、すごい効くやつらがおる。パッと見ゾンビっぽくないんやけど、凄まじく炎が通るやつらとかもおって。でも残系は意外と効かなくて、あれやみたいな。アギ類の方が強い。何こいつ。まずガイア京都なら、よろしくどうぞ。か、むしるじゃん。マジかよ。こいつも人間だろ、悪魔じゃなくて。試しに誘っただけなんだな。よく聞く。こういうやつにはいかにも通る感じやな。できるんすね。なんかね、今回、なんだろうな、デビ様の時は、こう人間っぽい悪魔っていうのが、ゾンビコップとか、なんか初期の方に出てくる、とにかくダーク属性系のやつしかおらんかった気がするんですけど、今回そのダーク属性じゃなくて、カオスよりやったら何でもいけるみたいな感じやから、いや違うわ。こう今主人公の属性がカオスなんですけど、ダーク属性じゃなくてカオスよりのやつやったら、まあ、仲間にできるっていうことで、今のやつなんかがそれに当たる。まあ、こんな、いや悪魔じゃなくて人間やろこいつみたいなのをこうゲーム側がわざわざ用意してくれとるというのは、その要因ですかね。デビ様とかは、こう人間っぽいやつは別にええわみたいな感じになったんか知らんけど、そもそも用意してなかったけんおらんかったっていう感じなのか。日本語やばいね、俺。相当やばいな。ちょうどなんか日本に来て2年目の方ですかって感じや。日本語ってすごく難しい言葉ですね。私、こう、そうやな。どこ人にしようか。ボリビア人なんですけど。日本文化を勉強しに来た留学生のリビア人だったんですけど、本当は。日本語って難しいですね。っていう設定をつけておけば多分、こう、ただただ、ああ、そういうことね。よくわかっていない。ただただ俺がクソ頭悪くて何よりかわからんっていうのが全部ごまかせるはず。まあ、デビ様はこう、普通の人間やみたいな悪魔を、こう、後半で全然用意してなかったと思うんですけど、用意しとってもダーク属性だから仲間にできなかったっていう。やつやったんですけど、こう新メガテンでは、もう今ぐらいの中盤の、ちょうどドラクエで言うと鋼の剣が手に入りましたみたいな、あたりでも、来たこれ。もう普通に、なんでぞお前これ。それに敵としてポンって出してくる上に、そいつが説得可能な、ダーク属性じゃないやつで出してくるからいけるって。ほら、あるんよ。月齢なんか見てないけんね、普段。うわ、効かねえ。こいつ植物系やと思ったのに。色で判断した。ごめん、肌の色で判断したのって人種差別よね。ごめん。緑の人間、緑人やったけん。炎が通るかなって思ったんやけど。緑色人種差別はいかんね。
属性関係なく生身の人間は無理かと思ってた。なんかもう悪魔として一色体になってるらしくていけるみたいなんですよ、新メガテンは。ここ、回復は左か。ムサールが欲しかったな。俺はなんかちょっとスケベそうな見た目しとる悪魔は一通り捕まえたいタイプ。猫またワーキャット、いやまあただこれ散々新メガテン最初の方に寄ったけど、結構スーファミの容量が足りないせいでね、似たような見た目の悪魔多いからすごいもったいないなと思っとって、こう容量に余裕の出てきた、それこそデビ様以降のこうグラフィック一つ一つ違いますよみたいな操作な、プレステサタン以降のメガテンシリーズにとても期待しています今後。ペルソナとかどうなったんやろ、まあ、何これ、なんでハテナばっかりなの。リリム欲しい、リリム欲しい。トーキシスパルト、こいつじゃねえんだよ、かねえわバカ。でもなんかおっさんの破壊層を捕まえて悪魔合体して、どうもそうらしい。いらんやつと合体させて当たり引こうぜ。自分が仲間にできる範囲で、ちょっと俺が見た目の気に入る悪魔。うわぁ。これなんか米字にくっついてそうな目玉。人間を合体させるのか。させます、こいつ。裏は違っててもモーションは何パターンみたいな感じすね、プレステにの。あ、そうなんだ。あ、まあ、いろいろそこら辺用意するのは面倒かったんでしょうね。デカラビアってなんだ、ゴミしか生まれない、まあ、この主人公かなり序盤でいきなり自分の飼い犬もう悪魔があったり邪教の館、どんなところやろ入ってみようっつって入っていきなり自分の犬ぶち込んだ鬼畜ですからね。俺やったらできんわ、とても。悪魔合体できるよ安いよって言う夜お店に入ったとして、自分の犬、飼い犬、家族としての一員をね打ち込むこと自分ができると思います。俺そういう機会あったら絶対できるわ。さっきちょっと言いかけたけど、このガイア教の破壊層のおっさんをぶち込んで仮にリリスとかサキバスとか生まれたとしても結構複雑な気持ちよね。なんやろ、バビリコおじさんみたいな。ちょっと違うか、なんやろ、そういう作品ありそうなんやけどな。獣の槍ぶち込んでリリム作ろう。獣の槍めっちゃ臭そう。てか獣の槍マジ臭いんすよ。シャレにならんほんま。突き刺すような臭さがあるっていうか、マジ古事記の臭さですからね。あんまり反社会的なことによると、あれか、反社会的、差別的なことによると、これ YouTube に上げたときに、あれあれ、なんだっけ、広告がつかずに、収益化できないみたいな。まあ収益化とかも一生することなかろうけん、いいんやけど。人数的にできない。チャンネル登録よろしくお願いしますって言って、なんかいろいろ工夫せんといかんか。チュルルック、こう名前が気に入った。ベリスどんだけ出てくる。ベリス俺のこと好きすぎんか、一撃で仲間になってくれたのもしかり。ランダムなんやけんさ、そのうちなんか来たか。え、ちょっと待って、レベル上がった、足りとる、よっしゃ来たー。偶然レベル28だった。
神降臨来たわ。今メガテンやるよって今一番嬉しい。新女神転生の配信の中で今一番嬉しいですね。前世については触れちゃダメですよ。VTuber さんのこうニコニコ大百科とかでも前世のことを若干書こうとした人おったけど、触れないでめっちゃ怒る人いますから。サボバク、なんだこいつ、なんか日本的な見た目しとるけど、宴会芸の途中の人みたいな。日の丸じゃなくて青丸やったけど、ヤマリリムってことは多分そのうち普通にね仲間になると思うんです。多分通常宴会で出てくると思うんですよね。まあそうさな。いや、リリムの合体前、前世がね、いくらおっさんやとしても、まあ、最近やと結構問題ないっていうところがあるような気がしますね。これは、うわ、なんじゃこりゃ。これ竜王なの？全然竜じゃねえけど、ムカデじゃん。めっちゃ強いけど。いつあむな？でもこいつ仲間にできる時が来たらちょっとしたいかも。カオスだし。まあ、幼女戦記の主人公みたいなもんじゃないです？サラスバティとは。作れても作らないけど。女神かよ、ダメじゃん。女神に用はね。幼女戦記も、漫画版とか、こう結構絵柄好きで読み寄るんですけど、よくよく考えたらおっさんっていう。ダメか、まあ、はてななもんな。女神は回復にありがたいけどこいつはないな。っていうかもう老属性やけん作れないっていう。 こいつ河川ちゃんじゃん。ちょ河川ちゃん作りてレベル38になったら作るか。多分こう作れる組み合わせがいけるはず。ああそうそうそう、カリオスさんとかもこう広く受け入れられているでしょ、今の世の中ね。全然いいんじゃないかなって。こう側が良ければ何でもありなんじゃぶっちゃけすぎか最近そういう自由な風潮があるんじゃないかなって私は思いますね。早速リリム召喚しよう。いいね、MP も高いし、いいよ、君。じゃ、間違えた。てめえはベリムだ。ベリスだよ。ブフーラと都カビツキコモリウタ、まあ。性能的にどうなのかっていうのはちょっとよくわからんが。まあ、でも足止め系か。ブフーラもそうやし。敵を固めてはめる系だ。まあ、いいじゃん。全然 OK。 ただまあなんぼ言うてもダイヤモンドが欲しいよ俺は。なんとかしてダイヤモンドを手に入れないとゲームが全く進まない。今日はリリスを悪魔合体で偶然にも作れたっていうだけでかなり嬉しいですけどね。前にガチャガチャね、ハテナの組み合わせで悪魔合体試しよったときに、リリムとか、あとサキバスとかも出るっていうのは分かっとったんですよ。ガイア教徒ある意味当たりじゃないか？ガイア教徒スカウトしまくるのありな気がする。ランダムで粘れば自分の好きなものに組み替えられる。素材用の自由なおっさん。ガイア京都のおっさんは多分東京崩壊前は
なんかコミケで、こう、女キャラな、の、女キャラに扮する、露出度激高コスプレイヤーおじさんだったんじゃないですかね。なんかおるでしょ、たまに。おっさんとおっさん合わせて美少女を作るのはマジで恐ろしいので NG。おっさんとおっさん、おっさんとおっさんは合わせてないけん、かろうじて大丈夫？おっさんと俺何合わせましたっけ？ベリスが残っとるってことは？何を混ぜた？おっさんに何を混ぜたらリリスに、リリムになった？フレイミーズ精霊ですから大丈夫大丈夫、まあ、でもツルッパゲには変われないか。しかも狂信者もメシア教と狂信者ってやだな。メシア教と狂信者、いやまあもう今日どこの教徒でも狂信者自体がやばい気はするが、格好がまたやけにいかつくて嫌よね。いやでもこのランダム合体でさ、ランダムで出てくるやつで当たりを引けたってのは俺はちょっと嬉しい。多分次のエリアぐらいで通常演歌としてミリムは出てきてもおかしくないけど、レベル的にも。なんか、俺がメガテンの悪魔合体に求めているのは、こういうそこら辺、今自分が攻略しているエリアに通常エンカーとして出てこない敵を合体で作れるっていうのが一番嬉しいと思っとるので、やばいやつ来た。こうチベットスナギツネみたいなやつやばい。こいつ老属性やった気がするけど、ウド刺さるんじゃねえのか。ホットの間にボコセボコセじゃねえわ。なんかついつい狩り寄ったけど、俺これ話しかけたりしないといけないのでは。和骨です。わしと悪魔合体しましょう。マジかよ。さっきおっさん合体さし寄ったらリリムが生まれたんですけど、こう俺を素体としてサキバスが生まれるのであれば、合体もやぶさかではないです。装備していませんって出るのめんどくせえな。どっかで武器を調達しないといけない。タイムも多分いける。ダメだ、こいつ多分ダークなんだ。確認してみよう。特攻隊はなんだっけ。破壊層はいけるけど、特攻隊はダーク属性だからダメみたいな、そんな匂いがするぞ。一回ぶっ殺したやつはこうやって見れるのがいいですね。狂信者は、てか狂信者さ、もうこの見た目でローってやめん。絶対ローじゃないやろ。わらわら。確実にカオスの匂いがする。まあ、金パクっていかれるのも時たまある。交代は。あれでもここでダークってわからんのやっけ。CP0 ってなんだ。
ごめん、これ CP って何？これ女神転生に詳しくなくて全然わからんねんけど、あれでもこいつもゼロか、なんだこれ。わからんぞ。っていうかこれ何順で並んでるんだろう。マグネタイトの消費量だっけ。ああ、歩いた時の。ああ、そうっぽい。確かになんか仲間にならないやつはゼロなのかもしれない。こんな感じで、あ、一人仲間にできるんじゃん。人忘れた。いや、多分合ってますよ。ありがとうございます。思いつきませんかった。圧影はダークやけど、ニュートラルやけ、一応合体で作れば仲間にはできるのか。これで判断すればいいのか。ゼロのやつはもう絶対仲間にできない。いや、違うわ。合体やったら生まれる可能性はある。あ、いや、ないか。ないな。ランダムで引かん限りはないと思われるが、ランダムでそもそも出るのかもわからない。あれ？あ、破壊層1回しかエンカウントしてなくて即仲間になったから乗ってないんだ。女の悲鳴もめんどくさいけん早く進みたい。ダイヤモンドマジでどこで手に入るんだろう。ググりたいレベル。どなたがダイヤモンドの所在ありかを知ってる方はいらっしゃいませんかね。もしくは反抗行そのものでもよろしい。反抗行を持ってこいっつって、なんかヒロインっぽいやつにヒロイン気取りでもクソ女に言われたんやけど、ハンゴンコを交換してくれるのがダイヤモンドじゃないとダメよみたいな。ハンゴンコってあったな、わら。デビサマネは確かね、復活用のアイテムやったと思うんやけど、今回はよくわからんが、もう普通にゲームを進めるのに必須アイテムでもあるみたいな感じらしくて、ハンゴンコは別にというか、ちょくちょくシリーズで出てくるんじゃないか、おそらく。そんな気がする。あれ、ダイヤモンドが見つからんとマジで進めんけ。困っとるんよな、今。時間が遅い。あ、時間が遅いな。ちょっと今日のキリは無理やり。リリムが偶然生まれた。嬉しいね。終わりにしといてやるか、畜生。それもどうなんだって感じだ。無駄に狩りばかりが進んでいってしまう。しかもなんだか話ができなさそうな悪魔が多いよね。そこがしんどくて。なぜ殺してしまった？なんか反射的にオートで殴ってしまった。都庁ってどうなってるんだろう。どうしてこいつらばっかり。感じじゃないな。自分がもともと連れとる悪魔を、連れとる悪魔と同種のもの
に話しかけるとちょこちょこなんか魔石とかエメラルドとかくれる時あるんやけど、それ狙いでいかんといかんわけ。もしかしてやばくない？宝玉とかね、魔石とかね、ちょこちょこくれるんやけど、そんな運要素に頼る仕様にしてねえだろ。絶対どっか手に入れる、手に入れられる要素があるはずだ。チュチュチュ、ガブはほっとったらぶっ殺される可能性があるから、ちゃんとやろう。タブレットどこ行ったっけ。え、タブレット、 あったグーグロあまりググりたくはねえんだが、ちょっとあまりにもよくわからんのね。こいつも仲間にしたい。ダメか。ちょっと待って、ベリスが死にそう。気がついてしまった。なんでこんなに死にかけてんの？びっくりしたんやけど。ダメだ、このタイプのやつらあんまり仲間になってくれないぞ。なんで寝てんの何寝てんのこいつら。やばい、感電でハマる可能性がある。あ、よしよしよし、起きた。使いたいやつらばっかり寝よるっていうね。こいつらこう睡眠耐性がつくアイテムとかな、そういうの欲しいわな。やばい、攻略チャート見よったらめちゃくちゃネタバレ食らってしまいよる気がするこれはいかん。下手にググれん。もう今、カオスヒーローが悪魔と合体っていう文章を見てしまった。何をしとんや。こいつ人間やめちまうのか。っていうか、離脱すんの。こいつ視力ないんやけど。てっきりずっとおると思ったのに、舐めたことすんじゃねえ。
あれでも崩壊後前半ってなった時に速攻で乗っ取ってもおかしくないんやけど、どうして出てこないんだけど、欲しい情報が。あれ？なんか買い取ることが全然違う。わからん。やめよう。もう盛大にぐだっとるけど、ちょっとセーブしに帰って今日やめる。ちょっとこれはよろしくない。女神転生、思ったより進んでくれんなんちゃう。なんで麻痺ってんだ、いつまでも。麻痺のエフェクトがクソ長いとか、こういうの良くないっす。どれやっけ？パララディーか。ダイヤモンドがその辺にポロッと落ちとってくれたらもうそれで済む話なんやけど。そもそも攻略チャートが、攻略チャートに対して俺が進める順番が間違っている気がしてならないよ。金剛神会から出てきた瞬間に小沢がどうとかいう話書いとって、小沢の王も出てきてねえけどっていうレベルなんだな。グールは出てきすぎて、ないです。多分新宿をあんまりうろついてないせいかもしれん。バーとかディスコに行ってちゃんと話をしてないけん。キュービックは解雇されたんですか？キュービックおるおる、4番目に。でもなんか今後解雇されるみたい。びっくりした。こいつが圧倒的主力やのにおらんなられたらマジでうちの戦線は崩壊するんやけど、どうしよう、困ってる。なんか人間辞めちゃうらしい。いや、離脱するかどうかは分かんないんだけど、なんかイベントで悪魔と合体とか言って買い取って、その後その主人公らのパーティーにとどまってくれるとは思えないっていうのがこれ俺の予想で、あんまり詳しい風には読んでないんやけど、絶対そうやろ。わざわざイベントで悪魔と合体して主人公と一緒におるとはとても思えん。むしろ小沢の犬になる。小沢の情報は聞きました。聞いてないっすね。ダメだよ、ちゃんと夜は寝なさい。そう、聞かんかった。新宿に来て生地マップが同じやけん、こうモブに話しかけ回るのがめんどくさくて、うわめんどくせっつって、これ多分先にね六本木行ったんやけど、新宿に来る前に六本木でヒロイン見つけたけん、ああ、こいつ助ける方が先だわって思って、そっち行こうとしよったんよね。で、それで反魂香を持ってこいって言われて、反魂香は、なんかあの精霊とか売っとるところでダイヤモンドと交換できるみたいだったから、交換しようって思って、そういう感じでやってましたわ。ちょっとね。時間も遅いので大変申し訳ないが、すさまじく中途半端だが、もうダメだよ、ちゃんと夜は寝なさいとも言われたので今日はここで終わりです。すいません、ほんまに。私が不甲斐ないばっかりに。おやすみなさい。また次回やります。本当、大変、大変申し訳ございません。おやすみなさい。お疲れ様でした。